はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、キョンピです。メゾンド魔王、今日も、世界征服していきましょうか。前回の続きから、前回の分かりやすいあらすじ、4階建てになりました。これはどういう状況かっていうと、もう建物の増築ができないってとこまで来たね。で、新キャラクタードラキュラとクマが入って、なんかクマお金持ちが多くて、石油王とか、クマについてちょっと見てみようかな。あ、いねえか。クマ、今1件しかないな。敏腕弁護士、テレビ評論家、みたいな。この家系はね、また新しくは石油王のテディベアを見つけまして、その家系、石油王の家系です。なんかクマはすごく金持ちが多いみたいです。石油王散ったな。あれ、データ消えちゃったからね。今日はデータ消えないようにしたいですな。ってとこだね。で、クエストの方もね、なんか野良クエストみたいなやつは、やって、あとこれだけのとこまでやってきた。もう少しで終わりかね。パート11、ゆっくりやっていこう。部屋の説明しよう。1階は、足軽。2階も足軽。3階はね、ここね、ドラキュラ夫妻が、2組積みつきました。ここはお金取ってる。ここは取ってるけど、ここは取ってない。ここちょっとなんか強そうな感じがしたんで、一応、なんか2組あります。で、運よくですね、キャラクター図鑑、ここ、深淵族、ガムシ状態だったんだけど、なんかたまたま1匹紛れ込んできて、今ここ、クドゥルフ的な人が入ってきて、ここに祭壇1個置いたのでね、毎晩、祈りを捧げてくれてるので、少しずつ、深淵族の好感度上がっております。早く新キャラみたいな。で、即戦力はここ、ゾンビ一家、王ちゃん一家、あとお化け一家がここに住み着いてて、テディベア一家がここ、で、肉屋さん、豚肉屋さん一家がここ、と四天王が五天王になったよってとこだね。ヤルサマ系、深淵族っていうキャラクターがいて、これがね、すごいクトゥルフ的なんだよね。深淵の怪物とのハーフって言っちゃってるしね。深淵って単語はクトゥルフのシサーなんていうのかな、なんか象徴みたいな感じよね。これがレベルランク2でも、なんか低く、なんか好感度低くてね、3、4が出てこないんですよ。ここが気になる。4がオスとメスの見た目がの違いが分かんないね。どんな見た目なのかしら。3のメスが可愛い感じするしね、ちょっと気になってますわ。ふんぐるいむぐるなふ。という感じ。まあ、今日も生活を織りなすこのアパート、魔王のアパートでね、何が起こるかな。ってところで。皆さんごゆっくりどうぞいらっしゃいませ。リコさんいらっしゃいませ。ヒューリンさんいらっしゃい。モズピースさんいらっしゃいませ。繰り返します。今日お誕生日おめでとう。モズピースさんおめでとう。あとでお会いしような。ノブキさんいらっしゃいませ。モアさんいらっしゃいませ。おかんいらっしゃいませ。あなたが私を見てるとき、私もあなたを見てますってやつだよねって。深淵覗いてるってやつだな。でもそれとクトゥルフ関係ないかな。ガブくんいらっしゃい。モカピーさんいらっしゃい。はーい。おめでとうございます。おめでとう。だね。これはサキュバス。エロのお姉さん。もうエロのお姉さんって言っちゃってもいいぐらい。でもこの部屋は足柄だね。なんか適当な住人がパッと入ってきてます。そんなに気になるとこねえな。注目すべきはやっぱゾンビ一家だな。HP が800まで上がっちゃってね。ちょっとねえ、もうなんかもうゾンビいればなんとかなりそうだな。盾役としては最高に仕上がってるよ。HP800。初期値多分
100ぐらいじゃないかな。世代交代頑張りました。おーちゃん一家の末裔、多分一番ここが歴史古いんだけど、一番今ね、今のね、一番ちっちゃい子はね、ワコンって言うんですよもうラスト飾るにはふさわしいんじゃないかな、この子右の子があの子供なんで、この子は今一番新しい子供、ワコン HP500 攻撃力が113です。物理系最強、壁役最強かな。うん、かな。岸野さんいらっしゃいまし。さあ、じゃあ今日のクエスト行ってみようかな。人馬大戦、世界各国が派遣したセイレイによる、魔王討伐連合軍がアパートに入りつつあります。世界の覇権をかけて今長い戦いが始まる。覇権かけちゃうか。でこのプレイは、生放送中だとのこのプレイ中だと、ロードは絶対しないというプレイだね。ワコン、いい名前だね。これがゾンゾンのフラグだと思わなかったんですって。ゾンゾンってあれよ、メゾンのゾンだよ。あのツイッターやってる時ね、メゾンメゾンメゾンゾンゾンって言ったけど、やめてよ。挨拶がちゃんとできる子になるように名付けました、ワコン。そっかねえ、皆さん3人いらっしゃるんでね、迎えてあげようね。この子は活躍するまだ早いかな。あ、成長してるわ。子供じゃねえ、遊園地のマスコット。あ、そっか、大人か。もう成人してんのか。ゾンゾンフォントね、昨日ですね、はあ、さて、あ、九兵前へが接近中です。いや、もうこの辺はね、もうあの足軽たちに頑張ってもらおうか。何も考えずに参ってもらうぞ。ああ、この辺は後輩をしてないので HP の減り早いな。ああ、九兵か。よしよし、九兵前に出したらいけねえんじゃねえのって。確かに相手のあれだよ、大将はあまり賢くなさそうだな。早送りでお送りしよう。そうだよな、前はいかんな。でお化けはですね、あの物理耐久がめちゃくちゃ高いんですよ。なので HP の減りも少ないですね。多分きつくなったらもうこれ、ああこうしよう、この方がいいね。よし、九兵めちゃくちゃいたな。10人ぐらいとか、九兵の怠慢、作戦失敗なんだよなそれ。一人減ったな、やられちゃったか。君には、あ、早いな。戦士たち進軍せよ。じゃあここはゾンゾン出していくか。あー、これ奥さんかな、奥さん。ゾンポ、あ、ゾンポ、これはあれか、一番下か。よし、じゃあお化け、ゾンビ一家の一番新しい子ですね。魔法耐性92なんですよ、高いわ。ゾンビはですね、ここよく言うと、攻撃パッてこうするとですね、相手が黒く染まるんですよ。その時は HP を回復してるんだね、ここ。うん、ちょこちょこ回復してます。今満タンに近い。それでいて、魔法耐性あるんで、いいね。ランク2ですが、強いですぞ。攻撃ついでにつまみ食いしてんだねって。敵をつまみ食いしてんだな。仕上げた。ゾンビ、子供作ってくれないんだよ、なかなか。結構、多分に、経過した日数、えぐいことになってる気がする。えぐいか分かんないけど、
つまみ食いだわ。あ、魔導部隊続け。ちなみに全5000か、あと2000あるね。魔導部隊、この子の名前ゾンビちゃんって言うんだな。あ、じゃあ、母ちゃんがゾンビちゃんか。よし、ゾンビの生命的に子供ができるってどういうことなんだろうって、矛盾なんだよな。ゾンビって滅びた生命、滅びた生命がねえ、滅びた後にできたもんだもんね。こうしよう、4体からできる。何が4体養子なんじゃねえのって複雑だな。ゾンビ養子なのか、養子もらってんのかな。あーそっか、魔法だからこっち来てくんねえのか。死体、あーなるほど、死体4体死体ね。そうね、うん、子が生まれ成長するって生命活動を停止してるのになーって。まあほら、悪魔の血だから、ほら魔族だから深く考えたらダメ。魔族について考え出したらね、ドラゴンボールの魔人ブーとかもう原理が分かんないからな。はい、ビオリーナさんがね育ちましたね。職業セレブ職業セレブなのか、まあ、お父さんが敏腕弁護士ですけどね。ちょっとお母さんに出ててもらおうか。うん、職業とは、アンデッドは魔族ではない気がするって。おっと、その辺詳しく喋っていくか。あ、一斉砲撃、うん、よし。あ、ここビオ、あビオちゃん、あ、ビオちゃんお母さんか。お母さん頑張れ、頑張っても頑張っても出てくことないけど、お母ちゃん滅びちゃった。ゾンビつなぎ合わせたらフランケンかなって。あ、つなぎ合わせ系かなこれ。セレブ可能姉妹かなって。可能姉妹か、可能かな。使い捨て、違うよ、出てったらそこに襲撃来たんだよ。いやいや違う違う、そんなつもりはないけど滅んじゃったな。しゃあないしゃあない、突然の不死家庭、魔王の都合です。魔王は身勝手なもんなんだ。一回これちょっとあれだな、下げようか。ちょっと、あーこっち来ないのか、遠距離だ。砲台系はちょっと強いな。あ、吸ってるか、ちゃんと吸えてるかこれ。葬儀屋が儲かっちゃうね。よし、いいね、よし、万歳が接近中。さあラスト、うんうん、じゃあこの辺ガッと一斉出てもらおうかな。ここで倒した人間たちはみんなゾンビになるから。船姫が手に入れた、ゾンビが強すぎんだな。これよく見るとね、これドラキュラのね女の子ね、攻撃時えぐい見た目になってる。あでね、男のドラキュラって通常時こんな、でも攻撃の時人間になるんだわ。メスどうやってんだろうね。キョンちゃんに弱点やめよって、人類みんな目が弱点か。じ
しゃよし、じゃあ全員またね。あ、サフェだ。お、あ、最終クエストじゃねえかこれ。あ、ちょっとまだ先ちょっとこっちやろう。そして伝説へ終章。アパートに集結した魔物を倒し人類を救うため世界中から続々と伝説的な冒険者たちが集結する。難易度はパーフェクト、一番高いな。7つ星ですね。行こう。タイトル回収したね今ね。あ、ここ滞納し始めたな。伝説の抜け人タッグ、ちょっと滞納してる人たちから先に行こうか。頑張れ。よし、逆ロト伝説、逆ロト。あ、君のはまずい。この子はレベル1だからね、すぐ死んじゃう。ああ、このね忍者ってのがね貫通攻撃で強い。あ、貫通してるな。あー、幽霊3人と忍者、忍者強い、忍者強い。あー、どっちがやられる先に。幽霊図頑張れ。あっしゃー、一人犠牲が出た。どうする、切腹するって。切腹。あ、忍者全然金なんねえな。こう、ゆみたかさんいらっしゃい、マイピースさんいらっしゃい。幽霊だから貫通したらどうしよう。幽霊だからか、幽霊じゃなくても貫通します。今のうちに補充しよう。よし、カミコンさん死ぬぞ、死ぬぞ。よし、一回は、超遠距離近距離近、超遠距離近距離、うん、まあバランスいいな。ここであの敵の前衛部隊を削って、3、4階の人たちでね迎撃しよう。忍者、忍者強い、なんで忍者スレイ見たことないんだな。お、船長、キョロコンがやられた。あー、死ぬ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 。あー、突破された。あー、しゃあない、ゾンビが行くしかないな。あー、ここまずい。行けゾンビ、キコリ頑張れ。強いな。 あ、これ貫通ダメージだ。爆発のここで周りにダメージが来てる。あ、しかし勝った、伝説の海賊王。よし、さあ、でこれは冒険者の宿、これは多分あのお金稼ぎクエストなんでこれはしなくていい。ラストかな。まだ全キャラ揃ってないんだけど。確認しようか。なんかタイトル回収来たらもうラストかな。ピオリコ、アンデッド、魔族、アニマルはね大好き。アニマルは全員揃ったね。魔族は全員揃った。アジンは揃ってないな。アジン族は揃わなかったな。うん。深淵族も揃ってないです。エレメントも2までだね。ピオリコは1、2、3まで揃ったけど、ここは揃わなかった。アンデッドは全員揃ったね。お化けは強すぎたな。人魚っぽい子とかは揃わなかったね。まあ、これがラストか分かんないしね。
じゃあ先に進んでみようか。ドラクエみたいにもうね、フィールドワーク系だったらわかるんだけどね。一応、この辺行っとこうか。よし。ここはテディベアか。よし。で、ここに、新炎族入ったから、どうしようかな。ここに祭壇を作ろう。で、新炎族のね、効果を投げよう。金は52万もあればもう使い道がないです。気にしなくてよし。魔王様、お金稼ぎの冒険者を倒しましょうよって。わかった。そうか。やらなくてもいいクエストも人間を滅ぼしていくか。いいよ、わかった。冒険者の宿。冒険に疲れて皆様に憩いの場を最上階のお部屋でゆっくりおくつろぎください。じゃ、これ行く？よし、行こう。難易度がちょっと下がるんですよね、2個ね。多分これは増築イベントの時に同じ名前のクエスト出てるんで、多分お金稼ぎ系のイベントじゃねえかなとは思うんだけど。まあ、やってみようか。一回も出なかったしね。人間一匹残らず根絶やしにしないと魔王様なんですからって。その素敵発想はどっから来てんだ。人魚根絶やしにか。マジか。何の作品に影響受けてんだ。魔王様系か。あ。よし。世界に平和訪れない。根絶やしにしなければ。エレン的発想ですな。親の敵でもあったのかな。よし。あ、ちょ、あ、どうか待って。夜は強いぞ、ドアキラー。うん。うんうんうん。孤高の冒険者が全滅。ちなみに、うん、復活してますね。だけど、これは別にしなくても良さそうなもんですな。俺様、人間、出だし、全部。魔王の姿出てこないっけ。魔王、そんな風には見えないんですけどね。これっすよ、魔王。見たっけ？これですよ。平和だよ、見た目すごい。これよ。3本だよ。かわいいね。よし。じゃあ行きやすか。あー、どうしようかな。ちょっと HP が足りないので。あ、一回ちょっと回復させるか。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あー、彼ちょっと出ててもらおうか。HP が怪しいので、うん、うん、うん。まあ、こんなもんかな。あー、そっか。どうしようかな。夜の方がいいのかな。ここであれか。ダメージ食らうともったいないのか。ゾンビさんに頑張ってもらおう。強い。よし。で、ダメージもないし。いいね、HP。まずか。回復してほしいな。厳しい。追加。他の部屋は平気だね。テディベアか。テディベアに変わる。強い子来てほしいな。全部の部屋にモテバルーン置いちゃう？あー、モテバルーン。つまり2体ずつにするってことか。いけんじゃねえだって。
正直うちの四天王五天王が強すぎる気がする。ちょ待った、ちょっとごめん。おお、新キャラ来た。ここで新キャラ、どれだっけ、ピヨリコナンバー4、キラピヨ、中距離物理攻撃。突然変異で金持ちになったピヨリコ、とにかく高いものを揃えないと入居しない。札束を投げつけて敵を攻撃するが、たまに投げすぎてすっからかんになることも。太陽が出てると強くならないこともない。ずかさん、ありがとうございます。強いのかこの子。物理防御より魔法防御系か。カタピオの方が強そうだな。突然変異ってそういうもんだっけって。ナリキン、ナリキンもまあいわゆる突然変異。現金が攻撃手段か。はあ、町内会長ぐらいのみたいな。町内会長な、魔王がね。さすが魔王様、真の姿を隠して人間擬態するなんて素晴らしい発想ですねって。岸野さん側近魔王の側近、さすがですね魔王様。ちょっと気分がいいな。そっか、いいね側近、いいね側近。ピオリコ揃ったね。秘書かなって、秘書か、なんだっけ、参謀。じゃあ来やすか、新キャラ来たしな。うん、とっても満足だわい。よーし、どん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 。よし、これやっちゃおうか。ちなみに職業はミステリー作家。9、強いのこれ。攻撃力9、物理防御0、魔法防御52。これ強いのかな。4ランクのはずですけどね。どう言ってもポジティブに捉えてくれる部下の鏡って、なんかそういうの、そういうの分かるわ、分かっちゃうわ。じゃあ行こうか。メゾンド魔王、対戦に敗れ窮地に陥った人類を救うためについに伝説の勇者が再来する。勇者を倒して世界を征服するのだ。これあれか、1回目の増築の時に来たあいつか。あいつかな。あの時のやつかな。絶対勝てないって言った伝説の勇者。ボンゴレ倒したしな。いや、ボンゴレ倒したよ前回。あの金ピカのボンゴレ、荒くれボンゴレがいたよ。なんとかなるかな。そうして魔王の平和に暮らしたいという願いから遠ざかるのです平和に暮らしたい。伝説の勇者倒したらな、魔族にとって平和なのかな。どうなんだろう。人間と共存したい、人間と共存したいが。来た、伝説の勇者が接近中です。これクリアしたら終わりか。行け、よし、全員で底行きだ。あ、曲がガチだ。うわ、ジーク伝説の勇者。これはやっぱきついか。どうだろう。これ足軽全員し、これ貫通だ。ちょっと母ちゃんゾンビ行け、娘は帰れ。どうだ、あ、怠慢じゃまずいな。お化け、あ、いけるか。ゾンビ強、あれおかしく、あ、第二形態だ。治療中。これは
まずい。おーちゃん以下いけ。いけ。よし。おーちゃん一家が最後締めた。危なかった。あ、世界を征服する時が来た。あ、みんなが出てる。あ、みんな出てる。あ、クリックできない。あ、これみんながやる気になってる。あ、魔王がいる。攻撃力3 弱い。うわぁ、まあ、キョンピこんな弱かったのか。世界征服に行くところ、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 世界征服全員行くところだ。わあ、おめでとうございます魔王様。すべてが魔王様のものになる。それすなわち世界平和ですよ。征服という平和。いいね、悪らしくて。なるほど。どうなっちゃうの？あ、魔王と愉快な仲間たち。これ終わりかな？ピロマン。おや、あ、これ今までに入居してもらったキャラクターだ。わあ、わあ、わ、これえぐい数になるぞ。わあ、あ、あ、思い出のキャラいるかな。あ、伝説の勇者の戦いで死亡した。これ1回目の増築だ。あ、いいエンドロールだな。おーちゃんどの辺だ。植物がね入ってきてね。あ、出た、この子オーフィン出た。沢田家よりのオーフィン。ここからおーちゃん一家は始まった。じゃあこれ長いから行くぞ。うひー、裏帳簿ですね。なぜどうなったかっていうんだな。うわあ、そんなに入退去したのか。途中から倒された人たちの羅列が冒険者との戦いに死亡した。あのね、魔族をねの好感度上げるためには、あの住人が死ぬと好感度上がるっていうのがいて、魔族がね上がるので、ちょっとね魔族の好感度を上げるためにね、あえてランク1の入居者を募ったのもあった。多分それだな。追い出された。この辺はね、家賃を上げたりして払えなくなった人をどんどん追い出してたな。この辺追い出せまくってんな。いや、裏も結構やったからな。世界征服のためなら尊い犠牲です。尊かったな。お化けが出てきた。お化け出てきたな。で、豚も出てきたな。豚屋さん。いやー、まだだぞ。あ、ピピドトス。あ、ゾンペ。あ、もうすぐだな。プーグルミ、カミフィン、
オルガセラ。あ、これ今日だ。万歳で死亡した。追い出された。あ、石油ここに見た。テリックマ。魔王として世界に君臨した。ふと虚しくなって故郷に帰った。魔王と共に世界を征服した。世界征服で戦死。ああ、ゾンビが戦死した。征服に行く途中で道迷った。虚しくなって故郷に帰った。世界征服した。世界征服。征服戦争で戦死した。戦死した。お化けなのに。世界征服。戦死した。戦死した。ほう。あ、石油ここに見た。石油を。うわー、子供が。戦死してる。マコホン、今来たら世界征服した。うん、世界征服した。というわけで、アンホーリーヘイツメゾンド魔王、これにて終了っすな。あ、オプションで勝手に戦うを選べるようになった。ほほう。さあ、世界征服、伝説の勇者を倒してしまったな。いやー、はまり込んでしまった。楽しかったな。このゲームプレイしたけど、知ってる人も何人かいてね、プレイ幅の多いゲームなんだよねこれ。ありがとうございました。あと、これ紹介してくれたガブくん、スペシャルサンクスだね。ありがとうございます。ガブくんっていうリスナーさんにね、紹介してもらったのが2015年ぐらいなんだよね。3、4年越しにクリアとなりました。なかったね。パソコンのスペックが足んなかったからね。ね。ご視聴ありがとうございました。あ、ちょっと、ちなみにちょっとオプション見てみようか。オプションどれだ？買った。買った。手に戦う、はい、いいえ、これ範囲してみようか。ちょっとこれじゃあメゾンド魔王にしたら、勝手に戦うにしとくと、勇者が接近したときに勝手に戦う。あれ？戦わないな。あれ？あ、出てきた。勝手、遅い。お、止まる。あー、これ嬉しいね。はー、あ、これ寝てるな。でもこうやって私はコンコンすると起きるな。へー、なるほど。あべ、あんまりちょっとこれある。またエンディング見ちゃうからな。というわけで、なんかそういうモードがクリアすると得点でつくんだね。あ、え？ほうほう。説明ありがとう。このモードは縛りモードです。ん？どういうこと？キュンピー、勇者のくせに生意気とか好きそう。やったことない。でもタイトルの響きは好き。縛りモード、自分でコンコンしないでプレイってことかな、をしたい人用。寝てると攻撃してくれないんだねってことかな。指出し順とかを自分で決められないから難しくなるんだよって。へー、なるほどね。オートよりマニュアルの方が難易度下がる、そういうことですね。うん。例えば、A、B、C の順番に敵に戦わせたいのに、C、B、A って逆順になっちゃって、ああ、全滅したみたいなことが起こり得ると。自分で操作できないってことか。
後なんだっけな、最初の増築の時に伝説の勇者が一回来るじゃないですか、来たじゃないですか。あの時どうやら倒せるらしいんだ、伝説の勇者を。それ倒すとなんか起こるっていうのはどっかで小耳に挟んだ。どうなるかは知らない。その最短プレイを目指すたりするには、なんだろう、そこで、打ち倒して、クリアっていうのも必須だったりなんてね。ちなみにひよこの最上位は金稼ぎ用なんです。あ、そうなんだ。ピオリコを解放すると、お金バンバン落としてくれるんだね。そう、負けイベントと思ったやつ、実はあれ勝てるらしい。でも基本的には負けイベらしいですよ。倒せないのは倒してバグ発生しそうだなって。どうなんだろうね、わかんない。でも RPG って基本だよね、負けイベントの敵を倒すっつうのはね、縛りプレイっていうか、根性プレイとしては、ガチガチ脳筋プレイとしてはありだよ。はあ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 、だね。まだ見てないキャラいるんだよな。見たいの、この子とか見たいんだよ。いずれかな。まあ、な感じ。面白かった。時間があったら全キャラ見てみようか。出現条件とかわかんないんだけど。ちなみに、私に紹介してくれたガブくんのコメントです。私はクマさんとアジンの最上位でクリアしたよって。おお、そっか。ヒョンピゾンビとウルフガイでクリアしましたね。つまり後輩によるパワーの底上げでランク1モンスターランク2モンスターで倒しちゃった。アジンの最上位は私出てないから、ありがとうね、ぼかしてくれて。ほうほうほう、そっか、いろんなプレイがあるね。なんか音楽良かったし、なんか暇な時とかね、気がついてハマり込んじまうゲームとして、メゾンドマはいかがでしょうか。最初の増築で来た伝説の勇者を倒してね、キョンピが知らない展開を見た人がいたら情報ください。君ならできる。お金稼いで家具揃えたら出てきそうな感じもするよねって。家具か、家具はね全部最強にしてあったよ、最後の段階で。わかんない、多分他の要素だと思うな。まだやり尽くしてないんだね、このゲームはね。よし、じゃあここまでにしましょうか。では、まあこれ一応短編のつもりでした。短編実況でした。 See you next time。 おつばんはまた別の、放送でお会いしましょう。お疲れ様でした。